はい、皆さんご苦労様です。クーさん TV です。今日の話はですね、人生を楽しんでいるかどうかのチェックポイント、人生を楽しんでいるかどうかのチェックポイントということで、ちょっと短い動画になりますが撮っていきたいと思っています。皆さんは人生を楽しんでいますか、なんじゃそらという質問ですけども、毎日家と会社の往復でそんな楽しんでる余裕なんかないよ。楽しいイベントがそんな頻繁にあるわけないじゃない。という声が聞こえてきました。確かにそうですよね。そんな私も毎日、ワクワクの毎日を送っているわけではありません。でも、一度しかない人生、楽しんだ方がいいに決まってますよね。じゃあ、ちょっとここで質問を変えて、まあ今週を振り返り、何か皆さん一つでもいいことありましたか？例えば、何か新しいものを食べてみたとか、誰か新しい人と出会ったとか、新しい本を見つけて読んだとか、まあさほど新しいことなんてなかったよと言われる方は、あまり人生を楽しめてないのかもしれません。じゃあ、あんたの場合はどうなんやということで、私の場合、今週を振り返ってみて、まあ遭遇した新しいことといえば、ちょっと思い出すとですね、例えば、ボイシーで、おすすめされた本を買って読んで、面白かった。刺激を受けたということがありました。ちょっと不幸にも妻が怪我で、自宅療養とここ2週間ほどなっているので主婦業に取り組みました。結構楽しいもんですね。ずっとは嫌ですよ。それから、コストコでチーズタッカルビをこの間買ったので、それを妻と食べてみたら美味しかったです。またちょっと家の住み替えを考え始めたので、いろんな市場調査、まだ関係者にちょっとコンタクトしてみました。まあこのようなことがありました。まあこれら全てのことは今までちょっと経験がなく、ちょっとワクワクした気持ちで取り決めました。まあ人生において大きなイベント、大きな楽しみのようなものがそうそう来るわけじゃありません。でも小さくても今までやったことがない、経験したことのないことを体験すると、今まで知らなかった世界がちょっと垣間見れるようになるかもしれません。その中にこれからの人生の方向を変えてくれるヒントが含まれているかもしれません。小さなワクワクをことをたくさん集めたら大きなワクワクにつながるかもしれません。小さなワク、まあ、塵も積もれば山となる、小さなワクワク、大きなワクワクになるということですよね。人生は楽しまなきゃ損です。63歳になってようやくわかりました。人生は我慢したり辛いもんじゃありません。人生は楽しむためにあるんです。そういうふうに悟りました。皆さんもぜひ小さなワクワクで人生楽しんでいきましょうよ。という話でございました。3分ちょっとの話となりましたけども、今日の話を終わります。もしこの話が良かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。元気なシニア世代です。